皆さん、こんにちは。プレイヤー名登録。これで自分の名前を変えることができるんですけど、下の方見てください。プレイヤー名を変更すると、それから30日間は変更できなくなりますって書かれてるんですけど、これ今、うなちゃんって名前を一回変更しちゃったら、まあ、30日経たないと、まあ、名前変えれませんよっていうことなんですよ。その名の通り。で、この名前を変えてゲームしたい時とかあるじゃないですか。プライベートマッチ、みんなわかる？プライベートマッチだと、名前を変更して入れるみたいです。俺これ知らなかったんですけど、できるみたいなので、もしも名前変えたい、プライベだけ名前変えたい人がいたら、これ使ってみてください。はい、こちらをご覧ください。フレンドとプライベートマッチ。ここを押してから、なんか L ボタンを押す。ここで L ボタンを押すと、ほら、別名を設定すると、いつもと違う名前でプライベートマッチに参加できます。これでね、名前変えれるみたいです。例えば、今、うなちゃんって名前だったんだけど、じゃあ、ここの名前をさ、ヒレオにしとくか。ヒレオ。はい、今、ヒレオに変えました。ヒレオに変えて、プライベートマッチを作ると、さあ、どうなるか。どうなるか。見てみんな。名前うなちゃんから、ヒレオに変わりました。これね、いろんな名前変えれるっぽいから。面白いね。なんか30日しか変えられなかったの、ちょっと悲しかったけど。よかった。これで変えれるのよかった。